聖安年協会西側入口聖安年協会は、ドイツ連邦共和国、ベルリン南西部、シュテイグリッツ・チェレンドルフ区のダーレム地区にある福音主義協会である。この協会は、ベルリン郊外にあるダーレム村に13世紀に設立され、長い間ダーレム村協会という名称で呼ばれていた。1913年、協会の正式名称が、聖安年協会になった。 聖安年は聖安那に由来するドイツ語表記である。ベルリンダーレム教会共同体がここでルターハリエ拝を行っている。教会同外壁にある母子聖安年教会は付属する聖安年教会墓地を含めてパケリュア通りと交差するケーニゲンルイーゼ通り55番地にある。加えて隣接するパケリュア通り61番地には以前の牧師館、 ティールアレイ1から3番地には、教会共同体会館がある。西安年教会は同じダーレム地区にある、イエスキリストイコール教会と共にベルリンダーレム、教会共同体に属している。最寄り駅は、ベルリン地下鉄、ダーレムドルフ駅である。ダーレム地区は、ベルリン自由大学を要する文教地区であると同時に、緑豊かな邸宅街としても名高い。 ダーレム協会共同体は、ベルリン・ブランデンブルクシュレージシェ、オーバーラウジッツ福音主義協会のベルリン教区、テルトーツェーレンドルフ地区に属している。ダーレム協会共同体の属しているベルリンの宗教会は、ドイツ福音主義協会に加盟し、合同協会として、福音主義合同協会にも属している。マルティン・リーメラー聖安年教会は700年前に、遡れるベルリン郊外、 ダーレム村の長い歴史と現代史が交差する場所に一致している。1931年、ベルリンダーレム教会共同体は、マルティン・ニーメラーを、聖安年教会担当の牧師として招聘した。翌1932年に、ニーメラーの牧師就任式が取り行われた。国家社会主義が支配していた時期において、この教会は、その支配に抵抗した、告白教会に加わっていた。 1937年6月1日、告白協会の指導者でもあったマルティン・ニーメラー、牧師が逮捕された。教会共同大会員たちは1937年7月4日から毎晩18時に逮捕された、告白協会関係者のための取りなしの祈りのために集まった。1934年10月19日から20日まで、向かいの通りにある、 教会共同体会館において第2回告白教会全国総会が開催された。この時期、フランツ・ヒルデ・ブラント、ヘルムート・ゴルビツアーが聖安年教会の牧師であった。聖安年教会はダーレムにおいて最古の建造物である。教会堂内部聖安年教会はダーレム村の教会として設立され、1215年から1225年の間に 木造建築の最初の教会堂が建てられたと推測される。1300年前後に石造りの教会堂に改築された。15世紀末に後期ゴシック様式の主祭壇部分と納骨室が教会堂北側に加えられた。30年戦争時、教会堂は消失した。教会堂建築の歴史は6段階に区分される。 1215年から1225年の間に、今日の教会の敷地から長方形の教会堂として、木造で建築されていたと推測される。ダーレム村は1375年に初めて文書に記述された。1300年頃、木造建築だった教会堂が、石造りの教会堂に改築された。約2メートルの軽長岩による基礎土台上に、 レンガの壁が築かれた。境界道北側に半円アーチ型の窓、先頭アーチを持つ典型的なゴシック様式の建物になった。1490年頃、大きな幾何学模様装飾を持つ後期ゴシック様式詳細団が設置された。南側入り口は費用と時間をかけたものになった。後期ゴシック様式の納骨室が1504年から1507年に、 かけて増築された。外壁上部の縁取りの上に掘り込んだ装飾体が付けられた。30年戦争時に、教会は建物各所においてひどい損傷を被った。1679年に再建動式が行われた時に、二階席と後期ルネサンス様式の木造の説教団が置かれており、教会堂内部に関して今日の形態を持つに至った。 壁面フレスコガが二階席取り付けと戦闘アーチ窓出現によってひどく傷んでしまった。その後、ローマカトリック教会時代からの相続品であった壁面側定裁を作ろった。1832年から1849年まで、この教会棟はプロイセン工学伝信ベルリン、コブレンツ1の第2番中継局として共同利用されていた。その時は、 手楼の上に正方形型ボックスが載せられていた。信号用マストを持った展望用台座が置かれていた。通信工学の発展に伴い中継局の役割を得ていた1853年以降、かつてあった電信関係詰め所の上に小刀が置かれた。ビルヘルム2世統治期の1905年から1906年の間に、 ダーレム地区の人口急増に対応して協会は改築を行った。礼拝出席者増加に対応する施策はこの時点で行われた。電気照明と換気装置付き温風暖房が据え付けられた。同時に納骨室が神戸屋に変更された。1892年の改築時に木製のドアであった南側入り口は壁で塞がれた。 第二次世界大戦終末時のベルリン市街戦によって、京界道は深刻な被害を受けた。京界道と消火は打ち砕かれ、京界道屋根のレンガも失われた。榴弾の炸裂によって、西側壁面には大きな穴ができた。1945年から開始された、京界道全体に及んだ修復作業は1953年まで続けられた。この時期、 教会はピラミッド型の教会塔を整備し、オルガンのある教会堂2階部分のために中間支柱を補強している。1913年にダーレム村教会は聖安年教会と名乗るようになった。聖安那は聖母マリアの母でありイエスキリストの祖母であり神の恵みと母の慈愛の頂点に位置しているとみなされている。彫刻家、 ベルンハルト・ハイリガーによる卓形像このモダンな卓形像はベルリンの彫刻家ベルンハルト・ハイリガーの作品であるこの卓形像は南側で入り口の上に1983年から置かれている本来はカイザービルヘルム記念協会のためのイエスの卓形像であった当時のカイザービルヘルム記念協会の 運営役員会はこの卓形像の据え付けに反対したため彫刻家ベルンハルト・ハイリガーは尊き犠牲を象徴するものとしてダーレム協会共同体に卓形像を提供したのである。ドリスポラチェック・アウシュビッツに関する三連、祭壇が主祭壇の右側壁面に置かれているアウシュビッツに関する三連祭壇側はドリスポラチェックの作品である。 この陶芸レリーフ作品は1992年に、教会共同体が入手した。恐怖を示しているだけでなく、キリスト教会の無意と拒絶を表現している作品である。この三連祭壇画は左において、焼脚、中央に、卓形像、右面に鞭打ちを示している。この三連祭壇画の表現において、キリストが十字架にかけられているのではなく、胸に、 黄色の継ぎ当てをした一人のユダヤ人が十字架にかけられ死を迎えている。この作品が福音主義教会に据え付けられていることに対してローマカトリック教会の側から批判が出された。三連祭壇の中央にいる聖職者たちがその着衣によって明らかにカトリック教会の人間と見えるように描かれている。すなわちローマカトリック教会の好意聖職者。 司教と修道士のように見えるからである。この三連祭壇画は批判者たちから一方的な在籍表現であると解釈された。これに関するマリオンガル大牧師による応答がダーレム教会共同体の出版物で読むことができる。様々な批判に応答する形で、教会訪問者に向けの三連祭壇画に関する注釈が明確に書き改められた。なお、この三連祭壇画は、 この場所にそのまま置かれている。聖人像の入った箱型祭壇多彩な色彩と金箔を施した聖人像を持った聖箱がルネサンス様式の祭壇に組み込まれて1679年になって設置された。この箱型祭壇は主祭壇の北側側側面に置かれている。第二次世界大戦時、多彩な色彩を持った本来の聖箱は失われてしまった。 聖箱に関して、現状において、折りたたみのできる複製品にする大きな意味はなくなっている。三人使徒像と一人の女性聖人像が、1980年代、初頭に盗難にあった。祭壇復元のための寄付によって、盗難によって失われた聖人像は再び補充されている。中央部分に、聖母マリアと幼子イエスを抱えた聖安ナ像が置かれている。 アンナはマリアの母である。聖アンナ像は一方の腕に聖母マリアを抱き、もう一方の腕に地球儀を持つ幼子イエスを抱えている。祭壇にいる四人の女性殉教者たちが聖バルバラ、アレクサンドリアのカタリナ、カエサリアのドロテア、アンティオキアのマルガリタであることはほぼ間違いないため、シトペトロとパウロも祭壇に入っていることも確実であると考えられる。 南北面のステンドグラス左側ステンドグラス窓は1951年にヘルマン・キルヒベルガーによって制作された。4人の福音書記者と精霊の象徴する鳩が窓上部5つの区画に描かれ、総下部9つの区画にはイエスの受難物語が描かれている。右側ステンドグラス窓はコアルスキ教授によって創作され、1964年にはめ込まれた。 天地創造と前期サマリア人の例えが描かれている。聖アンナの壁画1893年、塗り壁の下に絵があることが判明した。それはベルリン最古の絵画であることを示していた。14世紀の終わり頃に描かれていた壁画であると考えられた。おそらく、米面地方からの放浪の絵描きによって制作されたとみなされている。 最初の修復作業は逆の結果をもたらした。それによって退職してしまった部分は1936年から1939年まで、さらに1951年にかけて綿密に洗浄され、色彩を修復された。支柱横の左側面に体感したマリア像を見ることができる。支柱によって寸断されながら、東方の三博士の存在も確認できる。 向かい側の壁には一部の流れた壁画がある。そこには受難のイエスと復活したキリストが描かれている。この聖アンナの壁画は、ブランデンブルク辺境白漁において、聖アンナへの崇拝が早くから存在していたことを示している。聖アンネン教会付属墓地にある過去の反省を流す記念碑付属墓地から見た聖、アンン教会、ダーレム福音主義教会共同体は、 西安年教会付属墓地を設置している。この墓地には多くの著名人たちが埋葬されている。1960年代ドイツを席巻した学生運動の指導者だったルディドゥチュケはこの教会墓地に埋葬されている。付属墓地には未来のために過去の反省を促す記念碑が置かれている。マルティン・ニーメラーが住んでいた以前の牧師館建築家。 ハイン・リヒ・シュトラウマーの設計による、この牧師館は1910年に建てられた。この建物は今日、マルティン・ニーメラーハウスと知られており、会議等の開催場として使われている。2007年7月1日、マルティン・ニーメラー牧師を記念する、旧牧師館として開館した。ダーレム協会共同体会館1927年、協会共同体会館は完成し、 落成式を行った。この建物は、ダーレム村の貯水池があった場所に建てられている。この会館を会場にして、1934年10月19日から20日に、第2回告白協会全国総会が開催された。毎月第2月曜日に、マルティン・ニー・メラー牧師は、教理教育の時間を設定して、協会員を集めていた。 第二次世界大戦中の1939年から1945年の間、この会館はドイツ国防軍営寿病院として使われた。その後、長くベルリンフィルハーモニー管弦楽団の練習会場として使われた。ジェミンブリフレイに 2007S1 ウントにアクティバイタットン・イムマーチン・ニー・ムーラ・ハウス、ハット・ジュリア・リッカー、フライハイト・ヒンター・ボックスタイン。 ダスマーチン・ニー・ムーラー、ハウス・イン・ベルリン・ダレム・ウォー・アイン・ウォート・デビダース・タンツ・イン・モノメント・オンライン・ヨン・2016ありがとうございます。